アオバズクは、長クロウ・木ロウかアオバズク族に分類される、鳥類、インドネシア、大韓民国、中華人民共和国、台湾、香港、朝鮮民主主義人民共和国、日本、フィリピン、ブルネー、マレーシア、ロシア南東部下記に、中華人民共和国、日本、朝鮮半島、ウスリーで繁殖し、冬季になると、東南アジアへ南下し越冬する、インドやスリランカ、 中華人民共和国南部、東南アジアでは周年生息する。日本では、アシュ、アオバズクが、九州以北に、繁殖のため飛来する。和名は、アオバが芽生える季節に飛来することが由来。アシュ、琉球アオバズクが、奄美大島以南の南西諸島に周年生息する。全長27から30.5センチメートル。翼海峡66から70.5センチメートル。 頭部から背面は黒か四色の羽毛で覆われる。下面の羽毛は白く、褐色の縦縞が入る。顔を縁取るような羽毛は不明瞭。光彩は黄色。くちばしの色彩は黒い。光子の色彩は黄色。オスはメスに比べて相対的に翼長が長く、覆面の縦縞が太くなる傾向がある。鳴き声は基本的にほ、ほっと2回ずつで規則正しくわかりやすい。以前は、 本種の学名が、ナイノックススキュタラタとされていた。2002年にナイノックススキュタラタから、本種を分割し独立種とする説が提唱された。以下の亜種の分類、分布は、IOC ワールドバードリストに従う。ナイノックスジャポニカジャポニカ日本、朝鮮半島南部、ナイノックスジャポニカフラレンシス中華人民、共和国北東部、東部、シベリア南東部、朝鮮半島北部、 ナイノックス・ジャポニカトとゴモミ山、1930、琉球諸島、台湾平地から低山地にかけての森林や農耕地に生息し、越冬地ではマングローブ林などでも見られる。群れは形成せず単独もしくはペアで生活する。夜行性で、昼間は、樹上で休む。昆虫、両生類、爬虫類、小型の鳥類、小型哺乳類などを食べる。繁殖形態は卵生。 軌道に巣を作り、1回に2から5個の卵を産む。放卵は、メスのみが行い、オスは見張りをしたり、メスに獲物を運んだりする。放卵期間は、約25日。巣立ちまでの日数は、約28日。ヒナは巣立ち後、徐々に餌葬儀から、周辺の林へ移動する。大木の軌道に巣を作るため、ジリ輪に飛来したり、昆虫を食べるため夜間に外島に飛来することもあり。 日本では最も人間にとって身近なフクロウといっていい。近年は、栄葬儀の伐採や越冬地での開発により、個体数を減らしている。ありがとうございます。